はい、ハラです。今回はですね、久しぶりかな、この絵の具でモリモリ盛った上からさらに絵を描いていくっていうねシリーズやっていこうと思います。過去にもね結構やってて、もう私自身もめっちゃ楽しいしね、皆さんにもこれいい感じみたいな言っていただけてね、もうほんまにもう2倍で嬉しいので、よかったらね今回もうほんま 1,2 分ぐらいかなでサクッと終わるので見てってください。モリっとね盛った上から完全に乾いてから絵の具でねグラデーションして絵を描いていきます。この描き方ねめちゃめちゃ楽しいし、まあメディウムはねまあまあいいお値段するんですけれども、300ミリで800円とか900円ぐらいだったかな、まあ1000円ぐらいでまあまあいいお値段するんですけど、まあこの子をね混ぜてあげると、こう絵の具をねどんだけ持ってもひび割れしないし、まあ何より楽しいしね、めちゃめちゃおすすめで、こういう絵を描いてる時によくね聞かれるのが、参考にして描いて販売してもいいですかってねたまに言われるんですけど、私はねいいと思います。ただですよ、ただ参考のメンションみたいな、わがまま言うとメンションをつけていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。私のねリンクを貼ってもらうと嬉しい。まあでもどうやろう、おこがましいけど、まあでも全然私的には問題ないですね。なので皆さんもね、モリモリ動画他にもたくさんめちゃめちゃ上げてるので、よかったらね真似してやってみてください。もうほんまに楽しいから、なんか画力とかも特にいらんし、もうねこの持ってる楽しさ、ちょっとスイーツ作りに似てるかな、生クリームみたいな感じなので、ぜひねやってみてくださいという感じで、今回は、お花畑にしてみました。どうでしょう。じゃあ他にもねたくさん動画上げてるんで、よかったら見ていってください。バイバイ。